小津賀古墳は、高知県四万都市小津賀にある古墳。形状は円墳。四万都市指定史跡に指定されている。高知県西部、中村市街地から、東方の小山宮の傾斜部に築造された古墳である。小津賀の地名は、古塚に由来し、お買いに鎮座する小津賀神社は本古墳を、信仰対象としての創建とも言う。これまでに六十二点一九七三年に、 発掘調査が実施されている。噴径は楕円型で直径約13メートルを測る。主体部の埋葬施設は両袖式の横穴式石室で南東方向に開口する。石室全長は7.7メートルを測り、高知県西部の横穴式石室では最大規模になる点で特筆される。石室の石材は軽質砂岩、砂岩、軽岩からなる。 原質床面には、クリー種が敷き詰められ、その上に木管が据えられたと見られており、発掘調査では、石室内から副装品が検出されている。この骨が古墳は、古墳時代後期の6世紀後半頃の築造と推定される。二十地域における古墳の数は、極めて少なく、当地の重要性を示す古墳になる。 また一帯は骨外石として認知されており、後川の河川敷からは河川採取関連遺物が出土している。古墳行きは1964年に旧中村市指定史跡に指定されている。主な出土品は次の通り。現在では出土品は四万都市立郷土資料館で保管、展示されている。ありがとうございます。